メロキッズクラブ、メロキッズクラブの時間だよ。さくやです。ちーちゃんです。目隠しチーク菓子チャレンジ第2弾、イエーイ。というわけで、この前ちひろちゃんとグッチーがやった目隠しチーク菓子チャレンジに3人で挑戦していきたいと思います。はい、それじゃあ早速やって。今回用意したチーク菓子はこちらです。この中で好きなお菓子はある？2人とも、うん、どれが好き？全部全部好き。それでは今回のチャレンジのルール説明をしていきます。1、作るお菓子はくじ引きで決める。2、切り離す容器があるときはチャレンジの前に切り離す。3、チャレンジャーが目隠しをしたら他の2人で中身をバラバラにする。4、お水はこぼす可能性があるので決められた場所に置く。例えばお水をここに置いたら動かさない。5、チャレンジャー以外の人が作り方を読んでそれに従って作る。この5つのルールに従ってチャレンジしていきます。2人とも分かったかな？分かった。それではチャレンジスタート。はい、最初のチャレンジャーはさくやです。さくやちゃん、意気込みをお願いします。はい、めちゃくちゃになる自信があります。はい、頑張ります。では作るお菓子を決めたいのでくじを引いてください。お、これいきます。ねる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 ね。それじゃあさくやちゃん、開けてください。はい、はい、さあ中身が何が入ってるか確認できましたか？大体確認できました。それじゃあ目隠しをしてください。はい、それじゃあたけるくん、2人でこれをバラバラにしていこうか。はい、それでは水はここに置きたいと思います。はい、じゃあさくやちゃん、水の場所だけ確認しましょう。ここです。 OK。 それじゃあさくやちゃん、準備はいいかな？OK。 はい、じゃあたけるくん、最初を読んでください。三角カップの一番上まで水を測って入れよう。これ三角カップだろう。はい、はい、多分大丈夫。はい、じゃあそれをトレイの中に入れましょう。はーい、あ、あった、あった。どうじゃ。一番の粉をトレイの丸い形に入れますね。これかな。怖いな。よいしょ。はい、切れました。スプーンでよく混ぜよう。見る。あ、いた。どんぐらいまで混ぜましょうか。あれ、少なくない？こんな少なかったっけ？はい、次に2番の粉を入れ、色が変わるまでよく混ぜよう。色が変わるかどうかは分かりません。普通に開いたわ。あれ、あ、場所間違えてるかも。これ色変わった。はい、変わりました。どうですか、混ぜた感じは。結構重くなってきたかな。3番のキャンディーチップをトレイのメルネの形に入れよう。ねるねの形わかるかな。ねるねの形わかる。とりあえず入ってないところに入れます。はいはいはい、どうでしょう。ねるねるにつけて美味しく食べてね。え、これ食えるんすか？はい、いただきます。あ、どうですか、美味しくできましたか？うん、おいしい。はい、ちょっとこぼしてたりはすると思うけど、味が大丈夫だから大丈夫じゃないかなって思う。さくやちゃん、結果発表です。目隠しを取ってください。はい、あー、眩しい。結構うまくいってるんじゃないですか。次のチャレンジャーはちーちゃんです。意気込みを教えてください。上手にできるかわからないけど頑張ります。はーい、くじを引いてください。はい、シュワシュワスライム
それでは中身を開けてきます。よいしょ。これわかんないよ絶対。ちーちゃん、中身は確認できましたか？確認、はい、できたそうです。じゃあ目隠しをしてください。はい、じゃあバラバラにしていきましょう。はい、今回は計量カップがついていないので、こちらのレンゲで水を測ってもらいます。現場からは以上です。ちーちゃん、ズンビはいいですか？いいですよ。ズンビって言ってるよ。それではいきます。丸1、内側の線まで水を入れます。容器の、うん、レンゲはあった。あ、こっか。どうですか、水入りましたか？なんとなく入った。丸に、トレーに一番の粉を入れます。フォークでよく混ぜよう。さあ、どっちでしょうか？はい、入れて混ぜるんだよね。丸三、そこに2番の粉を入れよう。クリーム色になって、シュワシュワふんわりするまでよく混ぜよう。はい、入れます。で、2番の粉を入れて、クリーム色になるまでシュワシュワよく混ぜるって言ってたよね。あ、なんかいい匂いがするよ。クリーム色になってる。シュワシュワになりましたか？なんかさっきよりちょっとなんかふわっとした気はするけど。丸四、そこに3番の粉を入れて、フォークでよく混ぜよう。3番の粉ってこれかな。なんかもう一袋あるよ。でもなんかなおさらなんか硬くなってきた。混ざりました。伸びてる。おー、なんとなく伸びてる気はする。はい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 。さらにシュワシュワするよ。これか。ここにかければいいの？そうですね。はい、こんな感じ。じゃあ食べてみてください。はーい。うん、酸っぱいです。なんかシャリシャリする。じゃあナッツを食べてください。はい。うわ、眩しい。色はでも同じ感じ？合ってた？順番合ってなかったですね。合ってなかった。だからこうなんかちょっとあんまり伸びない感じなのかな。ラストチャレンジャー、たける、意気込みはどうですか？とにかく不安です。はい、すごい声です。はい、じゃあくじを引いてください。チキンスライムゼリーです。中身開けていきます。ただただの音ベースの音。今回も水を入れるものがないので、こちらのレンゲを使っていきます。これ使う。はい、たけるさんを目隠ししましょう。はい。ね。ね。はい、いいのではないでしょうか。ちょっとこれずれちゃう。ずれちゃう、大丈夫。はい、たけるくん準備は OK ですか？はい、はい。音符のトレーへ、音符のトレー、水を下から3番目の線まで入れましょう。はい、これ音符で。こんくらいです。うわ、こぼれてる。ベースの素、ベースの素、ベースの素を入れて。違うな。小さい小さい小さい。あ、忘れなさい。ね、届きません。届くとこにあります。ではとりあえずこぼしちゃった。ベースの素を入れて、プーンで粉が溶けて緑色になるまでゆっくり混ぜよう。ちょっと怖いって。では混ぜましょう。混ぜましょう。大丈夫そうですか？はい。ポシトレーにトロトロの素を入れましょう。ああ、これはさっきの音符。トロトロはどっちだ？お、あった。こんなが終わった。はい、入ってるよ。ポンプに入ってる液、怖いって。おー、美味しそうで怖いって。
ます。弱いって。心配性。オッケーオッケー。はい、スプーンで粉が溶けてピンク色になるまでゆっくり混ぜましょう。ピンク色ってわかるわけないじゃん。大丈夫そうです。スライムの素を入れます。はい、でかいやつ。はい、スライムっぽい硬さを入れます。スプーンで粉が溶けて薄い青色になるまでゆっくり混ぜたら出来上がり。できました。それじゃあたけるくん食べてみてください。前と同じ味で。何味ですか？ソーダです。ソーダですか。じゃあたけるくん目隠しを外してください。たけるくん、じゃあそのパッケージを見比べて自分の作ったやつはどうですか？全く同じです。はい、それではみんなのチャレンジが終了したので改めてみんなが作ったチーク菓子を見ていきましょう。この中で誰が一番うまく作れたと思う？コメント欄で教えてね。はい、じゃあかやん、かやんちゃん、じゃあ今からかやんちゃんに全部一口ずつ食べてもらってどれが一番美味しかったか聞いていこうと思います。じゃあまずぶどうですね。美味しい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 。じゃあ次シュワシュワしたやつ。美味しい。美味しい。リッキースライム。美味しいですか？全部美味しいみたいです。ついてる。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。